この赤いボタンを押してね。みんなこんにちは、みずちゃんです。みなくんです。パパです。みなくん、みずちゃん、隣にいる人は誰かわかりますか？バズライトイヤー。そう、バズなの。なんかちょっと違う感じがするけど、今日はこれでお送りしたいと思います。なんでも。はい、では今から酸っぱいガムをやりたいと思います。はい、どれか一つが超酸っぱいガムです。では3人とも1つ選んでください。ではいただきますして食べてください。せーの、いただきます。ママが騙すんだよね。そう、ママを騙します。ではママが今から考えるのは5秒です。5、4、3、2、1。ママはパパだと思います。では答えを言ってください。酸っぱかった人手を挙げて。え？本当にずっと酸っぱい？いや、騙された、騙された。ということで、まずママが負けてしまいました。ということで、パパたちが一勝です。では、2回戦したいと思いますので、ガムを捨てます。はい、じゃあすごい演技が上手でした。すごいね。では次はグレープを食べてみたいと思います。はい、はい、このグレープの中にも超酸っぱいガムが1個だけ入ってます。またママを騙してください。はい、動画をご覧いただいている方も騙してください。はい、分かった。じゃあ酸っぱい顔をしてもいいし、そうじゃない顔もしてもいいし、演技もしてもいいので、じゃあいただきますして食べてください。はい、せーの、いただきます。食べるところでちょっと喧嘩になっちゃうね。せーの、いただきます。よく噛んでよ。では5秒間ママ数えます。5、4、3、2、1。ではママが誰が酸っぱいのを食べているのか当てます。いずちゃん、動画をご覧いただいている方たちもぜひ誰が酸っぱいガムを食べているか当ててみてください。ママはいずちゃんだと思います。結果発表します。酸っぱいなと思った人は手を挙げてください。せーの、あれ、みんなちょっとでも酸っぱいなという人だよ。誰大丈夫？パパ大丈夫？そんなに酸っぱくなかった？ちょっとだけ酸っぱい？ってことはいずちゃんだ。いずちゃんだ。ということでママの勝ち。ママ見抜きました。ちょっとだけ酸っぱかったか。ということでママが一勝、みんなが一勝ということで1対1です。いただきます。はい、では3回戦いきたいと思います。見てる。はい、動画をご覧の皆さんも誰が酸っぱいのを食べているのか考えてみてください。はい、カミカミ10回はしてくださいね。カミ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 。あ、なんかパパ怪しいね。ではシンキングタイムいきます。5、4、3、2、1。ではママは誰が酸っぱいのを食べているのか当てます。バズライトイヤーパパです。ということで酸っぱいのを食べた人手を挙げてください。せーの、あれ、ちょっとでも酸っぱい人だよ。しっぽくない。えほんと誰かいるよね。一人はいるよね。パパでしょ。うん、甘い、ベロが辛くなってほら、いずちゃんじゃん。まあ、いずちゃんじゃん。ベロが辛くなってきた。誰、後から酸っぱさが来るよ。はい、じゃあもう一回聞くよ。本当は酸っぱかった人手を挙げてください。せーの、酸っぱくない。ちょっと謎ですね、これは。全然酸っぱくない。本当？今のはちょっと判定がつきません。さっきのガムはちょっとパパに食べてもらったんだけどね、みんなの分。みなくんのが酸っぱかったみたいで、ちょっとみなが酸っぱかったような気がしますね。ということで、みなくんは演技が上手ってこと。そうだよ、本当は酸っぱかったのに。ということでママの負けです。イエーイ。なので1勝2敗がママで2勝1敗がみんな。だからそう、みんなが2、ママが1ですよ。では4回戦目、せーの、いただきます。はい、誰が一体酸っぱいのを食べているのか、ぜひ動画をご覧の皆さんも当ててみてください。パパがね、ちょっと演技臭い演技してるね。では5、4、3、2、1。ということで
ということで、誰が酸っぱいのを食べたのかママが当ててみます。パパです。ではちょっとでも酸っぱいなと思ったら手を挙げてください。せーの、ちょっとでも酸っぱいなって思った人。はい。あ、パパ、え、私なんて言ったっけ。パパ。あ、パパ。あ、ってことは当たりじゃん、ママ。そう。では2対2です。面白くなってきました。最後の1個、3人が勝つのかママが勝つのかということで、今からやりたいと思います。はい。では最後の問題です。はい、はい、ママをうまく騙してください。これで勝者が決まります。はい、ではいただきます。動画をご覧の皆さんも、誰が酸っぱいものを食べているのか当ててくださいね。おー、パパがすごく下手な演技をしています。きっとこれは酸っぱくないですね。あー、酸っぱい。今からママが考えます。5秒、5、4、3、2、1。パパが酸っぱいのを食べてます。では結果発表よろしくお願いします。せーの、誰、ちょっとでも酸っぱいなって言ってる。え、最後はね、ちょっとね、酸っぱくなってくると思うよ。もうちょっといけたんだよな。じゃあミラ君かキズちゃんってことだ。どっちでしょうか。じゃあパパに食べてもらおうか。え、酸っぱい。パパ？パパが酸っぱいですね。ママ何て言ったっけ？パパって言ったよね。ということで、ママの勝ち。2対1。やったー。ということで、パパが後から酸っぱいのが来ちゃいました。ミラ君とイズちゃんは美味しかったんだね。今日も見てくれてありがとう。